はい、えー、太郎です今月のですね9月28日土曜日、えー、オープンが、えー、18時30分、スタート19時ということで、あのー、イベント、阿朝,朝ヶ谷、南朝ヶ谷だね、これ、私は顔は出さないやつです、ズームで、懲役太郎の状態で出るものがやっていて、もうこれ、会場はね、もう多分もうソールドアウトか、あとちょっとぐらい入れるんだけど、今回、もう私あの、顔出します。 顔っていうか、うん、普通の状態で、まあ、もちろん,、うん、眼鏡、サングラス、帽子はかけますよ、うんうんあのえー、直接会えるイベントと、ずっと差別化はしないといけない、あのどうしてもその、えー、状況的にその自分がやってるところからだいけないんで、あの自分のズームのタブレットか、えー、携帯の端末で出るようにします。ととなると アニメーションには出れないんで、だから、これ、えっ、ー、と、見に来る人ですね。配信の人、ちょっと面白いかもしれません。ね。まだ配信はいくらでもいけますんで、はい。そういうことです。何、何の衣装にしようかなと思う。帽子と、メガネと、マスクはしますけど、ね。えー、結構面白い。ここは話、話ほと、ほとんど質疑応答とか質問の感じなんで、 ここから繋がって、えー、連絡取り合ったりっていう人が結構いるんですよ、実は。ここ、引き、ききっかけで。っていうのは、相談とかっていうことって、まあ、会場ではそこまでね、話して、じゃあ、終わってからどうこうっていうことがあるんで、ええー、はい。ねこれ、会場来た人はね、ねチャンスかもしれませんね。だ、だけどもこれ、もう会場全部は埋まったのかな十何席しかないんですよ。 えっと、前売りが2000円、当日が2500円。で、配信2000円。ね配信2000円。っていうことが、あ、あるんで、もし良ければねっていう話で、まあ、朝一発目、これちょっと面白いかもしれない。これ、これがうまくいくなら、毎回毎回これで、ね、やってもいいかなっていうふうには思ってますんで、あの、興味がある方ね、一度考えていただければなっていうふうに思っています。以上です。はい、懲役太郎です。この度、 極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするということでね、終わりを迎えるという、違う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 ,違う。ね。まあ、ここから、この売り上げが良ければ、また復活するかもしれないということで、はい、皆様にね、愛されております。超駅太郎、私のね、幼少の、 幼少のっていう、な、まあ、あの、私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。もうこの超役太郎ももう少しで50万人、ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。 ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての蝶役太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。